マイクラで一番憧れる建築第1位、それはモダンハウス。これもモダン、あれもモダン、モダン、モダン、モダン。みんなも一緒にモダン、モダン、モダン。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座、モダンハウスの作り方。今回作るモダンハウスのキーワードはズバリ豆腐ハウスだ。一度は卒業した豆腐ハウスだけど、これを組み合わせることで超かっこいいモダンハウスが作れちゃうぞ。ポイント1、色を考えよう。今回のモダンハウスは外側と内側に豆腐を置くイメージで作っていくぞ。ポイントは外側に置く豆腐にはなるべく黒い色のブロックを使うこと、内側の豆腐にはなるべく真っ白なブロックを使おう。というわけで今回は外側には灰色のコンクリートを、内側には滑らかなクォーツブロックを使っていくぞ。使う色を減らしてカラフルになりすぎないようにする。それが超かっこいいモダンハウスを作る上での大事なポイントなんだ。ポイント2、形をバラバラにしよう。まずは外側の豆腐を作っていくぞ。家を建てる範囲を決めよう。今回は 17×17 マスのサイズで作っていくぞ。それぞれの隅にくっつけるように好きな大きさの豆腐ハウスを建てよう。隣に置いた豆腐から離れすぎないようにするのがコツだ。高さもなるべくバラバラにするのがポイントだぞ。ポイント3、立体感を出そう。次に内側の豆腐を作っていくぞ。最初に決めた家を建てる範囲よりも一マス分小さな豆腐ハウスを上からかぶせるようなイメージで作っていこう。外側の黒い豆腐よりも一マス分へこんでいるのがわかるかな。この時内側の白い豆腐は外側の一番高い豆腐よりも二マス高く作るといいぞ。そしたら次はまた同じように四隅に黒い豆腐を作っていこう。配置のポイントは内側の白い豆腐よりも一マス分外に出す、下の黒い豆腐からも少し間を空ける、下の黒い豆腐とちょっとだけ位置をずらす、この3つだ。かなりそれっぽい見た目になってきたかな。ポイント4、かっこいい窓を作ろう。モダンハウスは窓の形にもこだわるぞ。ポイントは黒い豆腐にだけ窓を作る。外側から1ブロックだけ離した位置になるべく細い窓を作る。ガラスに色を入れる。この3つだ。最後にドアを取り付けたら超かっこいいモダンハウスの完成だ。ということで基本の形はこんな感じ。ここから色を変えたり窓を変えたり自分の好きなようにアレンジしてみよう。みんなもぜひ作ってみてね。モダンハウスって本当にかっこいいよね。モダン、モダン、あ、それモダン、モダン。え、モダンってどういう意味だって？モダンっていうのはあれだよ、モダンっていう、僕も知らない。